たちが挨拶来るからね。いよいよ明日は譲渡会ですよ。じゃあ前回の反省ね、ビビっちゃったね前回はね、今回ビビらないように、何をすればいいかちょっと考えたんだけど、現地についてケージに入ってまた固まってたら、クロケンパパとマオイママで必死になでなでするからね君たちはね。でハンモックは持っていこうね、ハンモック忘れないように。それからリボンもいろいろ変えるっていう計画なので、たくさん持っていくと。前回と違うとかそのぐらいかな。であとはもう一回あそこ経験してるから、君たちもちょっとリラックスするように頑張ってみてください。はい、じゃあオープン。はい、はい、それでアンズちゃんも出たいような素振りを見せましたが、アンズちゃんとりあえず譲渡会が終わるまでは我慢してもらえますか。アンズさんいいですかね。そして、譲渡会終えて落ち着いたらですね、あなたの外出の今度パターンをちょっと考えますね。棚の裏とかに入って出てこないっていうのを、アンズちゃんにお願いしてもそれは無理なので、なんとか棚の方を、蓋をするとかいろいろ工夫してみますんで、それまで我慢してください。ジャン君、まあ、もうここの場所がジャン君にとってはもう逃げ場なんだね。さっきそこにいてこれを下で上から落とした、小さな反乱ですかジャン君。ちょっとね、今日なかったな。どこ行っちゃったのかな。どこ外出ちゃったのね。確かにアンズちゃん夜中とかも結構遊んだりしてて。はい。はい、これだ。
ごめんな、ちょっと行かないようにしてたんです。はい、それ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 。一応さ、しおんくんもラブくんもさ、あの遊んでてもなでなですると一度落ち着くとかはあるね、うん、ってことはビビっててもなでなですると落ち着くかもしれないね。ダメだったけどね、うん、怖がらせずに連れていくはまあ無理だよね、車で移動したりして、うん、泣きはね、音がいっぱいするからね、うん、ちゃん、びっくりしたね。大丈夫大丈あー、ほら、ポンちゃんを撫でてると自己主張のためにわざと来るのかな、上をね走ったよ。はい、ジャン君、次はジャン君ですね。そうだね、
ンズちゃんがちょっと欲しそうにっていうかジャン君に反応してたんだけど、ハンズちゃんにあげようかな。触っといてください。ハンズちゃんいい子だね、うん、はいはい、どうぞ、はい、食べください。クマちゃん落ちてる。クマちゃん入れていい？ダニちゃんごめんね。あ、ごめんね。はい、どうぞ。部屋の中ね、ジャン君ね。